Hello. Oh, yes. 聞こえますか皆さんおはようございます。そしてセッションにようこそ。インターネットフラグメンテーションのポリシーネットワーク、ブルノ・サントスと申します。コーファシリテーターとしてこのポリシーネットワークをシタル・ウィンさんと一緒にやってますで。まずはディスカッションに皆さんをお招きしたいと思います。ポリシーネットワーク2年目に入ります。 でこうやってもうちょっといかにフレームワークが進化してきたかという話ができそしてディスカッションペーパーを深掘りしていきたいと思っておりますポリシーネットワークが作ったものがあるんですけどもまず最初にディスカッションペーパーのプレゼンテーションをした後で議論をしたいと思っております。エンンルダーーとそれからコメンテーター それから3つのアスペクトがありますのでポリシーネットワークフレームワークの3つのアスペクトについてのプレゼンテーションをお願いしたいと思ってます。ということでまず。 ボランティアの皆さん本当に参加申し上げたいいと思いますこのドキュメント作りに参加していただいてありがとうございました。壇上にいらっしゃる方も、それからこの部屋の中にいらっしゃる方もありますけれども、カンバセーション、そしてこのディベートに参加してくださってありがとうございました。では、ウィムさんからでしたっけお願いします。ありがとうございます。聞こえますかプレゼンテーション。 ですけれどもまずブルーナさんどうもありがとうございましたこのアジェンダの概略を説明してくださってありがとうございましたということで自己紹介ウィン・デ・ガゼルと申しますポリシーネットワークのインターセッションの活動通年活動をアジェフによってやっておりましてまた IGF の事務局からも支援をいただいて活動してきましたで このポリシーネットワークに関してもコンサルタントとして仕事をしておりますけれどもまずポリシーネットワークインターネットフラグメンテーションのポリシーネットワークですけれども通年作業として単に IGF のミーティングの時のみならずそれよりも前から活動しています5月あるいはそれよりも前から作業して準備をしてきましたそしてこのセッションのために準備をしてきたわけです でこの PNIF ですけれどもこれはアジェンダがありますけれどもまたインターネットフラグメンテーションに関しては私たちとしてはそのフラグメンテーションの技術的それから政策的法律的規制的なその対応に関する議論を行い意識を高めるというのが我々のミッションとなっています。 で私たちの目的としては何なのかということなんですけどもブルーナさんがおっしゃったように今2年目に入っていますで私たちがやりたいことというのはまず何がインターネットフラグメンテーションとして意味をしているのか定義でありますということで私たちとしてはインターネットフラグメンテーションを定義するシステマチテックなコンプリヘンシブなフレームワークを作っていくということ。 でそれから一体何が起こっているのかということを見てそして例を探して収集するとそして分析をするということ。から3つ目はじゃあどうそれをどうしたらいいのかということなんですけれどもどうやって分断を回避するのか分断に対して何をするべきかということを考えるというのが私たちのミッションです。で昨年やったことについてご説明しますけれどもこういった質問を深掘りしてみました。ししばしばあるように 一つの定義を決めてそれから作業をしたいというふうに思うわけなんですけども例えばウェビナーに関してはこのように3つやっています。具体体的にに一体人々にとって でインターネットフラグメンテーションというのはどういう意味を持つのかそれからそれに対して何をするべきなのか誰が何をするべきなのかというウェビナーでもって質問を投げかけましたで、これらのウェビナーに関してですけれども分かってきたのは定義をしようとするというのは可能ではないなということがよく分かりました今でも前でもま以前も不可能でしたけれどもインターネット分断というのは それを一つのクリアな定期にしようとしたとしてもあんまり役に立たないということが分かりました。で私たち分かったのはいろんなその解釈が成り立っているのだということです。で昨年のアウトカムで分かったのは枠組みを作ったんですけれども例えばコモンズあコメントコメントですね失礼しました。 をもらえればフラグメンテーションは何の意味なのかということが分かるんですけれどもその中にいろいろと皆さんと議論をしたいと思っていますけれどもしかしながら我々の昨年の作業の成果としてはフレームワークを作ったということでしたこの右側にありますよね小さな。でこれを大きくするとこちらになるんですけれどもフレームワークではまず。 フラグメンテーションという時にその一つのバスケットに入っているフラグメンテーションというのは例えばユーザーエクスペリエンスとしてのフラグメンテーションなのかあるいはインターネットガバナンスとかコーディネーションに関わるフラグメンテーションなのかあるいはいわゆるテクニカルレイヤーにおけるあるいはアーキテクチャにおけるフラグメンテーションなのかということでいろいろあるということをこれをバスケットの中に入れてこれだというふうにしました。コメントとして重要なのは これはそれぞれの相互関係があって重なっている部分もあって一個一個が独立しているわけではないバスケットだということが分かりましたバスケットの中が。で一つコメントとして申し上げてから設ルさんにマイクを渡したいんですけども今年やったことはフレームワークをまあこれはインターネット フラグメンテーションのディスカッションのための枠組みであってこれはフレグマフレームワークとしてフラグメンテーションを定義するものではないということですこれはどうやってディスカッションするのかディスカッションを進めていくための枠組みというふうに捉えまえていただきたいと思いますこれはその私たちのディスカッションでもどんどんと進化しているんですけども定義しなければいけないということで議論をしていくと ステーークホルダーと議論をしなければいいいいけけないとということに気がついたわけですそしてみんながそれぞれのバージョンの定義があるとでも全てのステークホルダーが同じ定義を持っていないということも分かりました。ということでフレームワーク3つのレイヤーを設けましてそれぞれのステークホルダーがそれぞれの異なった組織を代表してそれぞれ異なっているということが分かったということがその昨年議論をしていて分かったこと成果の一つだというふうに捉えています。 でもう一つ多分今日ディスカッションしていれば分かると思うんですけどもこういったグループがそれぞれレイヤーにあるわけですけどもこの一つしたたちがガイドラインとかガイドラインとかということでフラグメンテーションに対してどういうふうな対応をしたらいいのかということを求めているかもしれませんけどもしかしながらそれぞれが相互補完的である必要はないのあるのでその 最終的には分断している部分をどのようにその表則を合わせていくかという議論が必要であるということが分かりました。ということでこういったことを昨年議論をしてきました。ということでこれがフレームワークでありまして今年のディスカッションということでこれをベースにということになります。ではどうぞ。皆さんこんにちは。 こここうやっってててでで今年の成果を発表できて嬉しく思っておりますブルーナーが言ったように私たちとしてはこのポリシーネットワークのファシリテーターとして2人でやってるんですけどもこの皆さんから意見を聞くということも重要なんですけども私たちドラフターそれからコメンテーターが今年 の成果に対してコメントをしてくださるんですけどもでも皆さんからこの部屋屋全体でもって仕事をしていきたいと思うのでコメントをしていただけたらというふうに思っておりますアジェンダにありますようにえ今日そのセッションのフィードバックを求める時間もちゃんと用意してありますということで先ほど来あるように昨年の作業がまずありましたフレームワークを作ってインターネットフラグメンテーションがどのように 理解されていいるかという枠組みを作りました今あったようにいろんなやり方で議論が提起はされているということが分かりました。でフレームワークをこうやって作ったんですけれどもこれをまず作って。 インターネットフラグメンテーションとは何ぞやということが理解できるようなツールとしてこれを準備しました。で今年はこれをもっと分解していこうとフレームワークとは何ぞやということでこの3つの分野で作業しようというふうに思っています。この テクニカルレイヤーのフラグメンテーション、ユーザーエクスペリエンスのフラグメンテーション、それからインターネットガバナンスとコーディネーションのフラグメンテーションということになります。さてその中でも優先課題というのを決めていきたいと思いました。実際にその有害になるものは何なのか、そしてもうそのネガティブなものは何なのかということで、それに対してどのように対応すればいいのかということで、さまざまなレコメンデーション行動のためのまあ推奨レコメンデーションなど。 といったこととに関しても皆まからのご意見を伺いたいと思いた思すこういった勧告レコメンテーションというのが実際役立つのかどうか何か欠落しているものがあるのかどうかそしてその枠組みの中の要素でバラバラにできるものがあるのかどうかそして皆様の,その視点とそれがきちっと 同じ方向を向いているのかどうかということも確認したいと思いますということでそれぞれの枠組みの要素を一つ一つ見ていきたいと思いますそして PNIF のウェブサイトを見ましてこのペーパーを見ながらその中でこのセッションの 2つ目の議題でありますそれに対して皆さんからプレゼンテーションしていただく内容に対してのま反応をいただきたいと思いますまず各トラックあるいは要素に対するプレゼンテーションをお願いしたいと思いますまドラフト素案を作成したその成果物を作成した方たち非常に 膨大な努力を費やしたわけでありますのでその中でも本当に触りの部分しかご紹介できないかもしれませんけれどもどういう優先課題があるのかそしてレコメンデーションそしてその後コメンテーターがそれに対しての意見を述べます。そそしてのの後皆さんのご意見を伺いますでではここでロザリン さんにロザリン・ケニー・バーチさんに英国政府の科学技術部門を代表しましてこのドキュメントの中のインターネットガバナンスとコーディネーションのシを担当していただきましたのでそのフラグメンテーション分断化についてお話しいただけますでしょうか3。4分を使って その賞が何を述べているのかその概要を紹介していただけますでしょうかお願いいたしますありがとうございますシーターさん、えー、皆さん、えー、今日はお集まりいただきてありがとうございます このパネルディスカッションの目的ですが皆さんとの会話を促進するということです。マルチステークホルダーの作業部会がこのチャプターこの章に携わりましたフラグメンテーションというのは非常に複雑なテーマです。ですからそういった意味で皆様の洞察試験視点というのを伺いたいと思います。 ぜひ積極的にこのディスカッションに参加していただければと思いますでは私たちが準備体育館のドラフトチャプターに何を書いているのかということでガバナンスについてなんですけれども少しその脈絡を紹介したいと思いますマルチステークホルダーの作業部会では まあこのドラフトの中でフラグメンテーションというのは政府のレベルでは グローバルインターネットガバナンスとそしてその標準化機関との調整が包摂的に実現しないと分断化が起きてしまうということですそしてこのフラグメンテーションというのは重複物語が重複したりあるいは縦割り型になってしまうサイロ化してしまうということにつながりそしてその意思決定というのがコンセンサス相違に基づかないものになってしまうということを私たちは発見しました。 で政府レベルでは、えー、いろんなところにこのドミノ効果のような連鎖反応を起こしてしまうということも発見しています。さまざまな、えー、この解析のコンポーネートがあって、えー、このフラグメンテーションがガバナンスレベルでどのように修練しているのかということですけれども例えばそのマンデートが、えーまあ、重複してしまうということです。でえー いろいろなきっか。 別の期機との間でその負託マンデートが重複してしまうということによってステークホルダーがどこにいつ自分たちが関与すればいいのかということが分からなくなってしまうということもありますもう一点こういったま負託というのが独占的あるいは閉鎖的であってマルチステークホルダーのコミュニティに対応してなかったりした場合にはこの包摂包含をするということが ううまくいいいかないということこです皆さんが平等に参加するということができなくなってしまいますそして次には行動に関してなんですけれども個別の政府のこういった取り組みというのが分断化を起こしてしまってその国家レベルインターネットガバナンスそしてグローバルの機関がその課題についてえ まあマルチステークホルダーという視点でそのプロセスでディスカッションをすることが大事だということであります、まあ、こういった解析分析に基づいていくつかのレコメンデーションというものを私たちは導き出しました皆様からのフィードバックをぜひお願いしたいと思いますその中で えはまずこのインターネットガバナンスに対して、えー、さらなるその期間といったものは導入しないということですでにこのインターネットガバナンスというのは非常に複雑になっています。いろんな異なる会議もありますしイベントもあります。 えま、いろんな期間をまたいで、そういったものが開催しているわけです。皆さんの時間も限られていますし、また財政的なえリソースというものも限られています。えしたがって、こういった複雑なえま、環境をさらに複雑化する必要はないということを考えました。特にえ過酸化をするリソースが十分ではなかったりということも考えられます。え。しかしそうは言ったものの、もう一つのレコメンデーションとしてえがって。この 既存のインターネットガバナンス機関の間の,その調整コーディネーションを改善していくことが大事だということも私たちは結論として出しました。点目ですこののようなサイロ化した建り型の 国境政策のディスカッションを回避するためにステークホルダーが包含されるべきだということで意味のあるマルチステークホルダーの参加が平等な立場で実現するべきだということも推奨したいと思いますそして最後に既存のグローバルインターネットガバナンスの機関はより緊密に各国の政府と連携するべきだということです。 これは方方向双方向双です国家国レベルですけれどもこのグローバルなインターネットガバナンス機関とさまざまなディスカッションをすると重要な情報やフィードバックを入手することができます。また逆にインターネットガバナンス機関は各国政府と連携をすることによってグローバルな空間では何が起きているのかということを伝達するそして重複を 回避するということですではここで私はちょっとお話をやめましてこの件に関してジョーダン・カーターさんにマイクを渡したいと思いますジョーダンさんお願いします皆さんおはようございますジョーダン・カーターと申します AU の CLT のマネージャーですで、私の方からはまそれほど皆さんのこの 意見を積極的に促すというよりも私の立場でのお話をしたいと思いますこれはディスカッションのいいスタートになると思いますフラグメンテーションのディスカッションですからボランティアの方もいらっしゃいますし皆様からの数ヶ月前からのいろんな E メールを非常に楽しく読ませていただきましたこのセッションのために準備をしてきたわけですけれども今 説明をしていただきました分析解析については全くその通りだと思います。ですから私の方の発言というのは短くしたいと思います。まあ、広範囲な参加というのはこれは不可欠であります。特にこの標準化機関においてあるいはグローバルイン,インターネットガバナンス I can のようなところにおいては重要であります。でまたそのバイアスのかからないバディス参加というのが大事であります。まあ、世界中から大事 参加することが大事ですしまた参加をしてないところというのももちろん無視をしてはいいいけないとということであります最初のフラグメンテーションインターネットガバナンスのフラグメンテーションに関してのボックスを読んだ時にこれはあのまあインターネットガバナンスボディとそれからスタンダードボディということでこれちょっと非常にガバナンスのフラグメンテーション分断化に関しての定義としては狭いと思いました。 政府インターネットガバナンスと言ってますが政府が主導の政策ではないとさらにこの問題というのが複雑化してしまうんではないでしょうか。課題の一つとしてはインターネットガバナンス自体の定義も課題があるということです。つまりインンターネットののガバナンスなのかそれとも インターネット上のガバナンスなのかということであるいはデジタルガバナンスなのかということでそこにも例えばインフラレベルのディスカッションにえ我々のような話をする時にはその辺りの提起も問題になります。それからガバナンスの分断といいう意味においては それぞれのテクニカルなインターネットガバナンス関係の組織のマンデートが縦割りになっている細分化しているというのが一つになっていると思いますもちろん理由があってそうなっているんですけどもただこういう状況になってるとそれぞれの組織が 何が起こっているのかをインターネット上全部を俯瞰するということが難しくなりますなので縦割りになっていてそれぞれのマンデートが定義縦割りでされているということになると誰もシステム全体で見ている人がいなくなるという問題がありますので我々制度としては IGF としてそのフラグメンテーションを見ていくということが必要ということになるわけですでこのポジションペーパーですけどもコーディネーションを改善すべきと書いてありましてそれをリサーチなども含めておっしゃる通りだと 思うんですただこの IGF に関わっていらっしゃる皆様は、やはり一緒になってコーディネーションをさらにリサーチすることもなくやっていけるいい位置につけているというふうに思います部分的にはもう行われているところもあると思いますけれどもこのペーパーの中では その組織がコーディネーションをきちんとするというのがインターネットがこういうふうな状況になっている段階でコーディネーションをしていかなければいけないという大きな課題があるというふうに思っておりますのでペーパーとしてはその提案例えば 協力に関して重複的なマンデートを回復するあるいはまた同じようなことをやる他の組織を作ることを回,復回避するそれによってリソースがその広がってしまうのを同じことをやるのにそのリソースがいろんな組織に分断されてしまうのを削くというふうなことが言われていてそれは正しいというふうに思いましたそれからもう少しディスカッションとしては。 マルチフステークホルダーをベースにあるいは多国間的な規制あるいは法的なシステムを見ていくということが重要だというふうに思いますけれども一緒に作業するということがお互いのやろうとしていることの形作りにおいて役割を演じるのではないかというふうに思いました。IGF のような組織がえ 政策決定者に対して公共政策決定者に対して情報提供できるのではないかというふうに思っております私としてはコメント以上となりますありがとうございましたジョーダンさんそれぞれのフレームワークの側面についてまずは説明をしてから 他の方々に意見を伺いたいいたと思いますそれからコミュニティからも書面によるフィードバックをポジションペーパーを出した時に頂い,いておりますのでそれなども加えてあとでディスカッションをしたいと思っております。で特にインターネットガバナンスコーディネーションのチャプターに関係しているコメントも頂い,いておりましてちょっと読み上げますけど。 いかにガバナンスの分断がインターネットの分断につながるのかその要因についてのコメントがありました。でペーパーの中に書いてあるんですけどもインターネットガバナンスのコーディネーションの分断というのは複数のコーディネーションの取れていない国際的なプロセスがあるそれによって分断につながっているというふうなことだと言うんだけれどもじゃあ。 政府あるいは企業の分断と別個に扱うのだろうというふうなコメントがありました。なのでこのチャプターのフォーカスとしては既存の複数のプロセスが存在しているということに関してコメントがありました。ジョーンンさんがおっっしゃったようにやはり少なくともエンゲージメント それからコーディネーションにおいてもう少しコーディネーションを高めるというふうなことが必要だということだと思いますけれどもそれからあとでコメントも頂きたいと思うんですけれども具体的なメカニズムとして例としてもう既に存在しているコーディネーションの向上の何か例があればそれも伺いたいというふうに思っています。で次に第2章についてプレゼンテーションをいただきたいと思います。 ヴィトリオ・ベルトーラさんですこのチャプターの起草者の一人なんですけれどもヴィットリアさんはいろんなことを兼任していらっしゃるのでどのように紹介されたいか分かりませんけれどもでもいずれにしても。 どの帽子かぶるかご自分で選んでくださいそしてどういう仕事をされたのか今年1年を振り返って概略をご説明いただけたらと思いますそれからユーザーエクスペリエンスの分断における優先順位は何なのかということについてもお話をいただけたらと思いますそしてまたレコメンデーションもその非常に高枚なチャプターになっておりますのでこれに関してまとめるのは大変だと思いますけど4分でお願いしますはい 何年もこのディスカッション25年ぐらい関わっておりますけれどもドイツのオープンソースのソフトウェアの企業の人間でもあるんですけれども私このユーザーエクスペリエンスの分断に関してこれは最初はテクニカルのレベルで分断になって。 分断の議論が始まってマルチステークホルダーそれからユーザーエクスペリエンスの分断というのはこのマルチステークホルダーのアプローチをして初めて出来上がってきた問題だというふうに思っていて基本的にインターネットの異なったユーザーが同じものにアクセスをしてもサービスとかウェブサイトにアクセスをしても表示されるものが違うというのをユーザーフラグメンテーションというふうに定義をしております。で これはいい例もあると思うしそれから悪いことにもつながっているというふうに思いますで、エクスペリエンスが異なるというのはいいことだと思いますつまり自分のためにカスタマイズされたコンテンツが見られるということなのでそれはいいことだと思っていますプライバシー法という関係でもそうだと思いますしそれから マルウェアにアクセスをすることを防ぐという意味でその分断はある意味でいいかもしれません。ただネガティブな側面というのも一方であるかもしれません。ネガティブケースだけを示す例だばっかりを見つけて、そしてユーザーエクスペリエンスユーザーエクスペリエンス分断というのを定義してしまうとか変わった定義になってしまうというふうに思っております。なのでいろんなケースを集めてい で、そして一つ一つに対応していくというのが私たちの優先順位です。で、いろんな観点も勘案した上で作業をしたいというふうに思っています。で、これに関してはその二つ分断のソースがあると思うんですけども、例えばその。 自分の市民の体験を他の市民の体験と変えたいあるいは主権をそこに及ぼしたいというふうな形でそういうユーザーエクスペリエンスが変わっているというのもあると思うんですけども基本的にユーザーが そのあるビジネスの中で囲い込まれるようにその事業の方で会社の方で他のところにアクセスをしないように防ぐというふうなやり方もあるというのでそれが分断につながっているということもあります。で6つほどあるんですけども1つはシャットダウンです。インンターネッットトのシャットダウンについては ユーザーエクスペリエンスとかテクニカルの話ではありますけれどもこのレベルで一つ話をしなければいけないというふうに思いますもうすでにコメントが書いてあってポジティブなインターネットの切断というのもあるというふうなコメントもいただいていてディスカッションするべきだというふうに思っていますだから2つ目の優先順位としては国としてのブロックそれから法執行においてのブロックというのもあると思いますけれどもそれは国によって 他の国の市民に影響を及ぼし得るということが一つあります。それから その戦争のケースというのはあると思いますけれどもユーザーのチョイスとか競争を阻害するようなものというのがあると思いますのでグローバルのものでも実際に存在しますけれども裁判の世界でもそれが存在するということになります。それから国のレベルの検閲というのもあるというふうに思います。政治的なレベル理由でそれになっているんだというふうに思いますけれどもそれから最後にジオブロッキングというのもあると思うんですね。なので いろんなコミュニティにそういった優先順位に参加していただいたらいいなというふうに思っているわけですがまあ我々としてはこの原則としてこのようにサマライズしておりますけれどもまずはデフォルトとしてはすべてが平等であるということがベースになります。そして2つ目というのは やはり強化というこのカスタム化とか差別化ということをユーザーがした場合これはまあいいことですからそのままでいいんですけれどもそれをサードパーティーがユーザーに対して強制するという時にはまあネガティブな影響があります。ということでインパクトアセスメントというのをやった時には。 まあ国,家国の法律だったりビジネスの意思決定かもしれませんけれどもその時にはやはり協調ハーモナイゼーションが必要になります特に規制という視点からグローバルな合意はどうなっているのかということを検討する必要がありますそしてハーモナイゼーションというのが実施されていない場合はどうなのかその辺も検討しなければなりませんそして最後 最終的にはフリーチョイスですユーザーーザがインターネットをどう使う使かというのは自由に決めるべきだとということです、まあ、非常に重要な理由からそれを阻止するということがあれば別ですけれどもフリーチョイスというのが大事ですではマリアさんがコメンテーターでしょうかありがとうございますプレゼンテーション非常に良かったと思います 皆さんこんにちはと申し上げたいと思います。 デジタルインクルージョンポリシーとトランスフォーメーションコミュニケーションインフォーメーションセクションユネスコにおりますマリエッツァと,マリエッツァと申します。でこれこの課題なんですけれども私たちのチームでは表現の自由そして情報へのアクセスそれからプライバシーその3点に注力しているわけです。したがってそのフラグメンテーションという話の中でもまずブルーナさんに対して ま祝福の言葉を述べたいと思います去年からま素晴らしいお仕事をされてきたと思います 私にとってユーザー体験のこの分断化フラグメンテーションというのは非常に面白い興味深いんですなぜかというとそこにはポジティブな面がありますユーザーがフィーチャーや特徴やコンテンツいろんなマイナスのものもありますしそれに対してアクセスをさせないということももちろん一つの方法だと思いますでプレゼンテーションの中ではネガティブなことにも言及されていました,こういった メカニズムというのは、ま障壁をとま作ってしまって、ユーザーに対して情報提供ということをまさせないということにもつながる。そしてそこから孤立化に繋がるということもあるというふうにあの述べられています。このようなフラグメンテーションというのは、究極的にはそのユーザーの人たちに対して、まその世界観というのも他のユーザーね。 インターネットユーザーとは違う視点というのを提供する場合があるということなんです。で、私がいいなと思ったのは、えその今プレゼンテーションの中にも中でもおっしゃってましたけれどもネガティブなこのユーザー体験のフラグメンテーションというのは、えまユーザー 全体に影響を及ぼすすとということなんです特定のコンテンツだけではなくてユーザーの中で除外されている人たちこれ人権にも関係してきますけれども表現の自由とか権利とかそういったことにも関係してきますけれどもそれが例えばエコチャンバーとかそういったところに限定されてしまう。そうするとユーザーザが自由に そういった情報を入手しようとするところにアクセスができなくなってしまうそれによって結果として2つのグループができてしまうそしてその2つのグループの格差というものがどんどんと広がってしまいます知識と情報の格差というものがま拡大してしまいますそして多くの場合政治的な目的であった場合には それによってまあその二極化だったりとか多極化といったものが起きてしまうそしてインターネットのユーザー以外にも影響を及ぼしてしまうということなんです。これが非常に重要なテーマだと思いますユネスコでは まあローマ原,理原則というものに基づいたインターネットというのは人権ベースであって全ての人にアクセスを提供するべきだということが原則となっています。ユーザー体験というのはこのオープンであってアクセスが可能であるということその人権というものがベースになっているわけです。そしてフラグメンンテーションというのは マルチステークホルダーのプロセスではないとむしろ一方的な意思決定のプロセスだというふうに結論づけていますこの論文でよかったと思ったのがその原理原則がフラグメンテーションに関してきちっと指摘されているということです特にフリーチョイスそしてアクセスに対する平等性などです。これは既存の原理原理則に準拠ししていますし 人権の枠組みにも準拠していると思います。ま、ペーパーの中にまコメントいくつかでありました。提案としてユーザー体験というのは？ 人権の基準だったりプロセスといったものにきちっとのっとっているということでそれがいわゆるその充実プリューデンスということを考えても妥当であるということでありました。でこのーパートテストというのがあったと思います。表現の自由に対して 鑑賞すするることについてはどうするのかなどとといいったことも書かれていましたさて既に言及されているコメントなんですけれどもコンテンツの中にはブロックを合法的にブロックするべきだというコメントもあるとブロ,ックブロックをすることに関してのいろいろな理由というのが書かれていて民主主義の社会では 例えば児童ポルノであったり暴力だったりということが列挙されています。これれははままだペーパーパの中には反映されていませんしたがってこのいろんな種類の内容をどのように網羅していくのかというのが次のステップになると思います。そして そのページに何が合法で何が違法なのかということももしかすると触れるべきだと思います。またペーパーは潜在的な軽減措置など 例えばそのプラットフォームの相互運用性だとかユーザーのリテラシーだとかさまざまなそういったエコチャンバー情報のエコチャンバーということに影響を及ぼすことをどのように制限するか軽減するかとかそういった内容のところも網羅されるべきではないかなと考えましたこ。こ ありがとうございました非常にポジティブだと思いますこのチャプターに関して非常にポジティブな意見を述べていただいたと思いますまた非常にこのフィードバックに対しても有益なご意見ありがとうございましたま文章のフィードバックがあるということでま非常に建設的でしたこれはウェブサイトからアクセスしていただくこともできます多くは えより具体的になるべきだと、まその特に文言でだったり用語に関してはもっと明確にするべきだということだったと思います。また人権の基準、それからネガティブなユーザー体験フラグメンテーション、それから。 ネガティブとそれから有害なフラグメンテーションユーザー体験に基づいてということのその違いとかまあそういったことがまあ書かれていたわけなのでそれに対するご意見非常に良かったと思いますまああの皆様会場の皆様オンラインの皆様その辺のところをぜひ考慮していただきたいと思いますかなり有益なフィードバックがあ マリエさんからもいたただきましたでは次にテクニカルなフラグメンテーションのところを見ていきたいと思います。オロフさんがこのチャプターを担当してくださっていますのでプレゼンテーションをお願いしたいと思います。そのの後オラフさんの後は スレッシュクリシュナンさんがコメントしていただきます。インターインターネットアーキテクチャーの方からのコメントをいただきます。そして、その後はえ皆様からのご意見を募りたいと思います。では、オーラフさん、どうぞはい。ありがとうございます。え、インターネットソサイティのプリンシパルですけれども、まずこのインターネットインフラの分断に関してですけれども、インターネットの技術的な。 インフラというのはネットワークのネットワークなんです多くのネットワークのネットワークとなっていますお互いが連結してグローバルなコネクティビティです8万のそのネットワークがコネクティビティを世界に提供していますでそれが起こるインフラというのがインターネットということになりますなのでインターネットのテクニカルなインフラというのはそういうものですさて 私たちがこの書を作る時にどういう考え方をしたかということに関しては細かい話も触れながらお話をしますけれどもこれはまだ仕掛かり品なんです。ですのでステークホルダーの皆さんがこのドキュメンテーションに関わってくださればくださるほどコメントをいただければいただけるほど強くなりますしっかりしたものになります。なのであまりにも このチャプターを見てる人が少ないというのではなくもっと多くの人に見ていただけたらと思っていますさてこのチャプターですけどもまず最初に技術的なフラグメンテーションというのはまだ定義がされていないというふうに言及されて始まっていますなのでオペレーション化された分断化というふうな言葉というのはハイデマンさんとかがやってらっしゃるものがありますけれども 一般市民の50%が残りの50%に自分たちの IP アドレスにアクセスをできなかったらそれをフラグメンテーションというというふうに定義をされていてつまり人口の半分が残りの半分にアクセスをできない状態を分断というでそれは避けたいわけです。というのも まあ髪の毛は失われていってはまあまあハゲというふうになるまでには多分髪の毛が半分以上失われないとハゲと言われないかもしれないでもそれは避けたいわけですよね。でもちろん分断というのは必ずしもインターネット を選ばなないいいとととうううふうなこともあり得るというの例えば自分のホームエイトオートメーションネットワークこれは別にインターネットに直接つながる必要がないのでそれはチョイスとしてつながらない分断するということもあり得るということですこれをフラグメンテーションというのであれば良い,いフラグメンテーションと悪いフラグメンテーションがあるということになると思いますそれはある意味私好きですこのような言い方というのはなのでその 自分がが接接続続したくなないいから接続がないこれはフラグメンテーションとは呼ばないと一時的に例えばトラフィックをリラウティングしなければいけないネットワークの問題がある時にリルーティングするという時これも分断とは言いません。ではフラグメンテーション分断とは何でしょうかなんですけどもこれ定義で非常に難しいわけです。たただ私たちのアプローチで クリテティィカルプロパティ重要なプロパティという言葉を使っているんですけれどもこれがインターネット社会がその作ったものですけれどもこのインターネットの重要な資産というのが 多分一番テクニカルな言葉を使わなくって言えると思うんですけどもこれはテクニカルなアーキテクチャのようなものもネットワークアーキテクチャなども含まれると思うんですけどもこの重要なプロパティがどんどんと小さくなっていくイコールそれはその分断化であるというふうな言い方ができるというふうに思います。 それからもう一つのアプローチとしてはパブリックコアと呼ばれるものですけれどもこれオランダで発生した考えですけれどもそれからサイバースペースの安定化に関わるグローバルコミッションがそれをさらに深めた言い方ですけれどもこのコアという言葉を 一つレンズとして使ってパブリックコアというものにインパクトがあるのであればそれもフラグメンテーションと呼べるというふうな定義の仕方もあるかもしれません。でまた,こういった 種類の技術とととはちょっっ違うう枠組みを使うことによってつまり具体的にテクノロジーとしてこれをですよというふうに定義をしない形で語るという方がいいというふうに思うんです。というのもまだ進化の過程にあってインターネットもまだ進化をしているので今技術で特定する定義するということは適切ではないと現状のインターネットのこの状況というのは今後とも進化していくということをベースに議論していく必要があると思いますし定義を するのもそのようにやっていく必要があるからですそれからフラグメンテーションですけれども基本的にエッジの進化というふうにも読めると思うんです。つまり多くの変化がラウティングの挙動それからに発生する。例えば民間企業が自分たちのネットワークを作っていって。 ユーザーにその自分たちのネットワークでさらに近づこうというふうにしているような動きがあるということを考えるといろんな意味でのフラグメンテーションがあってそれがデジタルデバイドを増やすというふうなことになるのであればそれはフラグメンテーションといえます。そそそういううういいいいいインフラに近ととととこころとそうじゃないそのユーザーザがいるということであればその それもフラグメンンテーションあるいいいはデデジタルデバイドとととうふうにに呼ぶということになりますあるネットにつながれるところとそうじゃないところの差が出てくる場合は今です。でより豊かな国があってそれとコネクションがあまりうまくいってない国その間に違いが出るというのもデジタルデバイトであるというふうに考えます。 それからレコメンデーションなんですけれどもレコメンデーションではこのフレームワークに言及しています。重要なプロパティあるいはパブリックコアというものを使って言葉としてそして こここれららの資産ををを守るとととといいいいうう担保せねばならないということを言及していますそれぞれネットワークがお互いに連結をしてみんながグローバルにつながるようなものを提供するべきであるということでユーザーということを考えるとユーザーレイヤーが分断していたとしてもグローバルネットワークが一般に機能しているのであれば。 ユーザー側のところの分断を回復して分断していない状況にすればそのテクニカルのインフラが分断されていない限りにおいては分断が回避できますしかしながらテクニカルのレベルで分断されていればユーザー側にもそれが逆に影響するということになるので多分極めてこの重要な資産をちゃんと守って分断しないようにするということが重要であるということが言えると思います でいかにフラグメンテーションが起こるのかということに関しては測定値というのはあるいは測定方法といい限られていますあるいは刑事的に進化がどのように行われてきたのかあるいはそのフラグメンテーションがどういうインパクトを及ぼしてきたのかということを測定するというのは極めて非常に やり方としては限られていると思います。ということである一連の測定方法を作ってこのフラグメンテーションを測定することに関して皆さんからのご意見をいただけたらというふうに思っております。ポリシーーあるるいいはは技術的なレイヤにに関して標準化のの努力をするという時にはこの クリテティィカルプロパティに対して測定を行うあるいはフレームワークに言及してインターオペラビリティが落ちている時にはコネクションをする能力が落ちているということが分かるようなスタンダードになるのであればそれは素晴らしいというふうに思っていてそのためにはマルチステークホルダーのアプローチでもって標準を作っていくという必要があります。 何が民間セクターのデベロップメントあるいはテクニカルコミュニティの発達によって提供されているのかあるいは市民社会や政府が何を提供しているのかということを全て見てちゃんとスプリンターにならないようにしていくスプリンターネットにならないようにしていくということに対して活動していくということが必要であってそれをきちんと評価できるような手法というものが重要だと思います。オラフさんどううもありがとうございましたで えっとそれではシュレッシさんオンラインでつながってますか。どうぞ。はいありがとうございます、えー。素晴らしいサマリーをいただきましてありがとうございました。えー、私の方からは何点か大事だと思った点をお,お伝えしたいと思います。 でインターネットというのはこの中央でこう集まって複数の人、まあ、特定の人が大規模なネットワークを構築しているということではないわけですからこれ分散化ということではなくてネットワークというのはそれぞれ 個個別の別のののものでありますつまりテクノロジーというのは総合運用性といったものを担保しているわけです。でそのことについて最初のところで言及されていましてそれはいいと思います。それを特に何かアドミンストレーションとして管轄するということではないと思うんです。で2点目インターネットがオープンであるということが重要な特性の一つだと思います。でそれは 新しいテクノロジーが導入される場合いろんな IPN とかそういったコメントもあったと思いますけれども何十億という人に対してインターネットを提供しなければいけない接続してもらわなければいけないという時にはそのテクノロジーですけれども 私たちが想像できなかったようなものができているわけです。新しいものがどんどんとインターネット上に乗っかるわけです。そして世界の人がこのオープンであるということ接続性があるということによってそこにアクセスすることが可能になっているわけでそれを失ってはいけないということです。それからレイヤーに関する 足ですけれどもインターネットというのはレイヤー3とか4というものがあって非常にハイレベルでそこが運用されているわけですけれどもこのテクノロジーをきちっと維持しそして下位のレイヤーつまりその相互運用性が最小限であったとしてもそれはそのままでいいと思うんです。そして マリーサさんもおっしゃっていましたけれどもコンテンツですねコンテンツ会のものはどうなのか上位のものはどうなのかとか例えばトランスポートだったりそして何百万というその例えば国家の法律だったりそれは世界各国で違っているわけですからそれを会のレイヤーでそうで。 にしとくのか、それとも上の方にしとくのかとかえ、そういったこともきちっと文章化する必要があると思います。メッセージングに関しても同じです。 え、非常にポジティブなことが、最近、このマルチステークホルダーというアーキテクチャの環境の中で起きていると思います。ヨーロッパではデジタルマーケットの法案というものが通過しました。コミュニケーションがオープンになっていますえ、そしてアイキャンはミニというものはつまり、相互運用をメッセージレベルでも可能にしているとで、これは青写真のようなものであって、政府。それから政策立案者だったりテクニカルコミュニティが一緒になってこの。 共通の目的であるインターネットをさらにオープンにしより多くの人が接続することを可能にするということをできればと思います。そしてもっと努力をしなければいけない分野これは測定のことですね測定値のことなんですけれどもプラットフォームを構築するということです。私たちだけではなくて別のプラットフォーム として自分たちの独自のそのユーザー自,体自身が自分のいろんなアイディアをそこで測定したり自分のメトリックスをそこで作ったりというそういうプラットフォームも必要だと思いますのでこれ非常にいいと思います。またマルチステークフローダのアプローチこれは全くおっしゃる通りで100%賛同いたします。 このアプローチというのは今後も継続するべきですしえまあ過去の教訓から学ぶべきだと思います。ということで最後の20秒ですがまあこの私の方からの批判としてはもうちょっとレファレンスが必要だと思います。1958年 インターネットのアーキテクチャ原理原則に関するいろんなその話が載っていますのでテクニカルなことはどうなのかなぜインターネットが成長にとって大事なのかとかそういったことが書かれておりますのでそこにお参照するというのはいいアイデアではないかなというふうに思います。以上でですすさんあありりががとととううごござざいいままオンンラインの参加ありがとうございましたとてもあの 有益なフィードバックだったと思います他の賞に対してもユーザー体験とかそういったことにも触れていただきましたそして枠組みの中のいろんな要素があるということでそれぞれが関連しているということにも言及してくださいました。 まそういったマナコでディスカッションしていくということが大事だと思います何かコメントがあればぜひ共有していただきたいと思いますそれからレファレンスそれから定義を明確化するということそれに関してもフィードバックをいただきましたのでこれも 取り込んでいきたいと思いますではブルーナにマイクをお渡しいたしましてディスカッションに移りたいと思います皆様のご意見を伺いたいと思いますオンラインの参加も何かご質問あるいは反応があればお願いしますブルーナさんどうぞはい。これがあのこのセッションのフィードバックのところになりますけれども何かコメントがあればどうぞ 部屋の中に会場にマイクがありますのでぜひマイクを通してお話しいただければと思いますリモートの質問がありますねフォーリーハベット統合からの方ですねで質問はどうやったら言語の障壁というものを乗り越えるか ことができるのかコンテンツをローカルの言語にどうやって訳すのかとかスプリンターネットのダメージその有害性について理解できる人が増えれば増えるほどこのアクセスという問題も解決されるんではないかという意見があります。ででは1回で3問ぐらい受ける ということにしましょうかじゃあどうぞあ、インターネットのアーキテクチャ委員会の一員なんですけれどもテクニカルのプラグメンテーションについての質問がありますオラブさんは総合運用性について話されていましたよね50%がハイデマンの定義だという話でした50% はその通りだと思います、まあ、残り50%ということはインターネットとインターネットではないネットワークがあるということでそれが接続されていないということですけれどもインターネットということは、まあ、50%ということはインターネットが2つあるということですねでもそんなことはありえないわけですからこれはまあ問題だと思います。 その一つのインターネットに戻るということ、えー、でもなかなかそこに到達していないそこに到達できれば問題が解決されるけれどもそれでは遅すぎるということになるわけですから、まあ、あのその総合接続性だけではないと思うんです。 どうやって革新するかインターネットをどうやって進化させるかということにも関係してくると思います障壁があるということインターネットが進化できないいろんな壁を作ってしまうプロトコールを作ってしまうとなると例えば新しいプロトコールを IP レイヤーで導入したとしても インターネットは壊れませんでしたまあ、相互接続は実現していましたプロトコルというのはそのように設計されています常に進化できるように設計されていますそこに障壁を導入してしまうと進化ができなくなってしまってそれはまあ分断化につまりネガティブな 結果になってしまうわけですテクノロジーはもう変えられませんしセキュリティを強化することもできない柔軟性を上げることもできないあるいはそのスピードを上げることもできないということになってしまいますしインターネット上でやっていることが制限されてしまうということで多くの恩恵というものが失われてしまうということになります。ポジティブな社会や経済へのインパクトが 失われてしまううとということで続はされているけれどもインターネットというのは役立たないものになってしまうということになります。Right ありがとうございました真ん中の方質問でですすかかコメントですか、はい、まず最初にポリシーネットワークにインターネットのフラグメンテーションに関していろんな観点を入れていただいてこのようにインターネットフラグメンテーションを分かりやすくし,たしてくださったことを感謝です政治政策それから手順それからテクニカルな部分ユーザーの部分ということでしたよねで これででよよりよく理解できるようになったと思いますでポリシーとプロシージャーのレベルなんですけどもまあ一般的な合意事項としてインターネットが分断されるのは望まないということで合意があるというのは非常に意を強くすることであります。このことに関してまずこれはいいと思うんですけどもただ懸念するのは地域。 それれから国のレベルでがが導入されることがあります例えば協定あるいはコミットメントでその地域のあるいは国の駅のために国益のためにあるいは社会経済的な問題のために社会経済的なあるいは国の国益のために何らかの政策が導入されることがありうるわけです。 コミットメントであるとか枠組みであるとかあるいは合意とか協定ですねそういったものが導入される可能性がある。でこの地域あるいはその国民だけの利益を代表しているものでありましてそれはフラグメンテーションというのかあるいはその人たちだけの国益あるいは利益を代表するもの というふうに考えた時にこれをフラグメンテーションにつながられるように対応していく必要があるというふうに思っています。なので地域国,際国内のアレンジがこのインターネットというものの普遍性あるいは結合に影響を及ぼさないようにする必要があるというふうに思います。それからヴィットリアさんがユーザーエクスペリエンスのお話をされましたけれどもそれについては。 5つの要素を提供されましたよね。 あれは本当にユーザーエクスペリエンスとして原則という意味ですここはその傷をつけてはいけならないものだというふうに思いましたユーザーエクスペリエンスに関しては地域とか国ということは関係なく全ての人が平等であるということについてはまさにおっしゃる通りだというふうに思いましたこれはグローバルにそうる最低限がこれであるというふうに理解されているというふうに思います平等であるということが最低限のユーザーエクスペリエンスであるとで技術的な面なんですけども もインターオペラビリティに限界限定してお話をしてくださったのはありがとうございましたそのラックオブコネクティビティあるいはディセントラライゼーションあるいはチョイスによってそうしたものというのは分断とはしないという話はありがとうございましたただつながっているものに関しては相互互換性が必要であるということで えそれは今後とも続いていくと期待していますただデジタルデバイトに関してはまたユーザーエクスペリエンスと,とも関係があるんですけども非常に幅広いイシューであると考えていますこれはものすごく幅広い影響があると思うんですけどもある地方においてはコントロールされたユーザーエクスペリエンスが提供されている例えばそのユーザーの社会地域に悪影響がおしゃ社会地位に 影響が及ぶつまり例えば社会的な自由などが奪われてしまうそれによってその人たちの経済的な自由度も奪われてしまうというふうな可能性がありえるわけです。という場合には政策であれば手順政策あるいは手順のアレンジが必要でありますけれどもテクニカルサイドにおいてはユーザーエクスペリエンスは非常に広く 行く定義されているのに政策やプロセージャーによってそれが制限されているというふうな状況がありあるのでそれに対しても対応する必要があると思います。皆さんのコメントどうもありがとうございました。私これコメントしたことはあるんですけど有害な分断とそれからそうではない分断というものがある。そうあるべくして分断されたものもあるのででその有害な分断に関しては。 インターネットがそのように機能する状況ではないのにそうなっているという状況であるというふうに思いますただグレーの分野そのものもあると思います有益なフラグメンテーション分断というのはサービスプロダバイダーがブロックをすると。競合が あるいは国が他からアクセスをされるのは IP レベルとか DNS のソリューションレベルでブロックしてしまうというふうな状況があると思うんですけどもメタの人と話をしていたら例えば Facebook がフラグメンテーションを固定していると。 コンテンツをブロッキングしていて Facebook のユーザーが見られないと Facebook の外にいる人たちにはそのコンテンツがアクセスできなくしているとこれはフラグメンテーションじゃないかというふうに言ったそれはフラグメンテーションではなくってそのアプリケーションレイヤーのものであるというふうな話がありました Facebook はインターネットではないので WWW はインターネットではなくてそれはインターネット上にあるアプリケーションであるのでそれは違うというふうな話がありました 我々ユーザー的にはそれがインターネットなんですけれどもなのでユーザーエクスペリエンスのフラグメンテーションといった時にビトリューさんの言ったようなことというのはもうちょっと考えなければいけないグレーエリアというのがあるんだなというふうなことも思いました。ユーザーザエエクススペリエンスを、えー 違えるということこれが分断化であるのかどうか我々はそうは思いませんけれどもでそれが起こっていたとしてそれがいいことなのか悪いことなのかということも考えなきゃいけないというふうに思いますはい、ありがとうございますクリストファー・テートを申しますインターネット3ですで将来のインターネットというのはそれぞれが EP アドレスを持つということだと思いますけれども今まで このインフラを構築するためにコストがかかるということで ISP がこの IP アドレスを所有しているというかブロックしているということにつながっていたと思います。で独自の IP アドレスを例えば暗号資産のような形で暗号を使って構築するということができるかもしれません。日本ででで起きていることでかっこいいるるここことととかっな思うががあるんですけれども政府が年代に ネットワークで ISP にはなれないという法律を作ったわけです。で国でレイヤースイッチつまり全ての ISP がネットワークに参入できるということなんです。個人の ISP ということなんですけど全てのコンピューターでソフトウェアを使っていれば IP アドレスがもらえる。 え、そしてネットワーク上のプレゼンスというものを作ることができます。つまり、ディカップル ip アドレスとネットワークを話すということです。切り離すということです。で、それは？この切り離すディカプリンというのは、インフラと物理的なレイヤーと、そしてレイヤーさを分離するということですえ、これはあの可能だということが実証されています。もうすでにディスカッションが行われておりますので。 皆さんの意見も欲しいと思いますラウダさんどうぞパネルの皆さんありがとうございましたまたネットワークのレポートありがとうございますラウラと申しますブラジルの青年を代表してますユースフェローシップの代表です で民主主義そしてインテグリティ情報の高潔性といったもの完全性といったものを守るというのがデジタル空間で重要になるというふうに言われています。 が起きて態の空間といったものにリスクが及ぼされるということを避けなければいけないということでブラジル社会ではこのユーザー体験に関するこのインターネットのコミュニティで世論を結集しようということをしましたつまりプラットフォームを制限することによってどういうリスクが起きるかということですそして特にネットワークに対してどういう有害な状況 事象が起きるのかとということですけれどもプレゼンテーションを伺っていて民主主義であったりあるいはその関係完全性といったものを守るというのはこの非常に難しいということでではこのコンセプトユーザー体験というコンセプトフラグメンテーションというコンセプトを使ってこの目的を達成することはいけるんでしょうかその辺をお聞かせできますか はいラウダーさんありがとうございます。そろそろあのえーもうクロージングに入らなければいけないと思いますけれども、はいあのパネルの皆さんありがとうございます。インターネットのフラグメンテーションそれからそれを理解する上でのさまざまな困難ですけれども、まディスカッションポイントというのがここに列挙されています。まこういったイニシアチブを進めていくと、ま地域や文化のリーダー で特にその遮断というのを経験している人たちはどうするんでしょうか。で、まあ、国家レベルで国の政府がまあ相互作用するとかという提案もされていましたけれどもそこに価値的な要件というのがあるんでしょうか。つまり 国際的な政策だったりとかまあ立法というのを導入するその意味があるんでしょうか意味のある接続性。 ということは国連の開発の目標の中にも網羅されていますそして衛星を使ってインターネットを実現していくということでそれから LMN もそうだと思いますけれどもフラグメンテーションだけではなくてオンラインのクオリティというものも関係してくると思います。何十億という人たちが意味ある接続性から除外されてしまうということ。 それによってデジタル格差といったものが拡大してしまうことにつながりますけれどもじゃあどうやって急速なこういったイマージングどんどんと進行するテクノロジーに対しての接続性という問題はどのように解決していくんでしょうか次のコメントどうぞ。はいありがとうございます。 ミシェル・アンバーと申しますモントリオールからもありましたイコリティという組織を代表してきますオンラインの自由を支援するそういう組織なんです初めて参加しています何らかのガバナンスフラグメンテーションを回避するそういうガバナンスができればと思っていますが非常にこれは難しいと思います時間もかかると思います 何か代替のテクノロジーが必要かもしれません。そこで皆さんに伺いたいのが、モントリアルでモントリオールでスプリンター・カムという会議を開催します。主催します。そこでは新しい技術をテクノロジーを開発する人たちが集まります。いろんなその架け橋、そしてその壁に穴を開けていくようなことをやろうとしているわけですから、もし興味があればぜひ。 スプリンターコムドットネットにアクセスしていただいて、十二月にモントリオールにお集まりいただければと思います。次のコメントどうぞ。ありがとうございます。インターネットのフラグメンテーションに関する議論なんですけれども、すごく一般的な質問があって、インターネットが放射的でオープンであって、平等なチャンスをすべての接続された人にグローバルに与えるということを望んでいるわけですけれども、性格 それから貿易それ以外の憂慮するべき事象があって国によってあるアクションをとってあるいは法律を立法化させてデジタル保護主義になるものが台頭していますテクニカルあるいは政府によるインターネットの分断が行われるということになるわけですけれども質問は 非常にいいレコメンデーションをいただいているんですけれどもインターネットのガバナンスストラクチャーがこういう状況でありますのでこれはこういった課題にどういうふうに対応できるんでしょうか。つまり レコメンデーション実際に実行に移すのはどれだけ簡単かどれだけ難しいんでしょうかインターネットは一方でもっと分散化していて3.0まで移行しようとしているわけですけどもそうなるとこういった課題にはどうやって対応したらいいんでしょうかその5つの原則がありましたよねで法律によってはでも原則が使えなくなってしまうような状況もありうると思うんですがそれにどう対応するんでしょうかありがとうございます春さんどうぞラウルです アメリカラテンアメリカンインターネットアソシエーションの人間ですけれどもインターネットフラグメンテーションなのか何なのかということでもうそれだけでぐる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 回ってしまう可能性もありまして今までそんな話をずっとしてきたかもしれませんでいずれにしてもこのインターネットの分断に関しては定義というのはもはやできないということになりましたなので、ね 何を回避したいのかということをそれを定義することなく議論を始めてしまったわけですで、このイベントのトピックとしては我々の望むインターネットというものなので我々が求めるインターネットというのはフラグメンテーションという文脈であれば 起こって欲しくないいいいここととととを我々がどううううううふふにすするるかででもあんなのでポリシーネットワークのこの活動というのは本当に素晴らしいと思っておりましてこの通年作業を本当にお祝いしたいと思いますし時々参加することができてうれしく思っているんですけどもしかしながらマルチイヤーのレコメンテーションという意味で例えば政府。 に関してはアプリをブロックするなというレコメンデーションあるいは政策として異なったインターネットのユーザーエクスペリエンスを作るようなそういう法律を世界中で導入してはならないというレコメンデーションをするべきではないかというふうに思っています。もちろん同僚から プラットフォームに参加しないあるいはあるスペースに参加しないという時にはその中での情報にはアクセスがなくなるんですけれどもしかしながらその一方で参加したければ参加できるようになっているというのがいいんだというふうに思いますなので TikTok を使っていなかったても Amazon で何も買っていなかったとしてもその やりたいのにできなければそれは分断ですけれどもしかしながらこれがフラグメンテーションでありそれそっちはフラグメンテーションではないというふうな ことを議論する前に私たちが欲しくないインターネットというのを定義するべきではないでしょうかあの申し訳ありません謝らないと思いますここでもうあの十時半に私たちこの部屋でなければいけないというデドライがありますそれからこのディスカッションにインプットを十0月二十日までは受け付けていますでパネルの皆さんにもコメントオーラフジョーダンラーシュさん 何か追加でコメントありますか。はいはい。そんなにたくさんではないですよ。ま何点かあの皆さんがおっしゃったことはえま大事だったと思います。バリーライバーさん。 まあニュアンスがもっと必要だということですね。これは非常にフェアなコメントだったと思います。ただこのあのポリシーペーパーはなるべく簡潔にしたいと思っているんです。でそれによってニュアンスが失われてしまう場合もあります。ミリアムさんいい点を指摘されていました。進化それから革新するこれは必要だということでそれこそがまさにアイディアです。 でクリティカルプロパティ重要な特性についてということですけれども私もそれについて言及しましたこのペーパーの中にも入っています「オープン,ープンアーキテクチャの総合運用可能なブロック」ということでインターネットというのはそのブロックによって構成されています。そそししてててれれによっっでであったり進化といいうものが実現すすするわけまませんお名前忘れてしまい ましたけれども、えー、あの地下鉄の中に、えーまあ、広告があったんですけれども、まあ、これうまくいくかどうか分かりませんけれども、まあ、インターネット上でこれが拡張できるのかどうかも分かりませんがミリアムさんがおっしゃったように えー、v A 四から五、えー、これもうまくいかないかもしれない。テクニカルな分断フラグメンテーションがある、えー、バージョン五と六、四と五の間にもそういった分断化というのがあります。で、V 六バージョン六を導入実施している人たち、まあ、自分の I P アドレスをもらうということですね。各個人が、えー、そういったそ運用性 V 四の 総合運用性といったものが継続して存在しなければなりません20年本当に大変なエンジニアリングによってこれは実現しているわけですから新しいものを導入するということは 新しいものを導入しているということはその総合運用性といったものを担保しなければいけないということなんです。それが共通のプロトコルこれ IPv46 とかということではないかもしれない他のプロトコルかもしれないインターネットというのはやはり進化をし続けなければなりません。でも 総合要請というのは担保しなければいいいけないとということですそして最後に意味のある接続性ということでありますけれどもエッジの進化について私も言いましたトランジットがもう死んじゃうという話をしましたけれども意味のある接続性。 もしインターネットが進化をして持,つも持ってる人と持たない人というふうに分かれてしまうとそこに分断が起きてしまうです。そしてマーケットから押し出されてしまったりとかいうことになるとやはり分断が起きるわけです。 えそしてユーザー体験がすでにもうフラグメンテーションとしてま分断しているインターネットに接続できないまあその十分なお金がないとかいう人もいるわけですから経済的な理由で接続できない人もいるわけです接続したい人は接続できるようにしなければなりませんありがとうございます素晴らしいトランジション的なお話をコメントいただいたので私の方からも その言語というふうなそのローカルの言葉という風な話なんですけれども私たちのチャプターの中で包摂性の重要性グローバルインターネットガバナンスとしての包摂性の重要性について言及があります。ローカルの言語でもって 文化的にはあるいは地域的なバックグラウンドが違ったとしてもグローバルなそのインターネットに参加できるようにするというのが重要であるというふうな言及をされています。それからある地域のコンテクスト文脈というものがありますけれどもそれについては IGF のナショナル・リージョナル・イニシアティブ NRI についいいてご説明をしたいと思いますこれもマルチステークホルダーの空間でして皆さんが来てそこにローカルなニュアンスあるいはその地域の文脈を持ち込んで議論ができる場所になっていますのでそちらに参加できたらと思います。私たちのようなな国際的な組織が さまざまな人たちの声を持ち込む上でそういった NRI の活動というのは大変重要だというふうに思っています。私アフリカの IGF に参加することができまして非常に素晴らしい経験をしたんですけども意見をいろいろと伺えてよかったなというふうに思ったんですけどもまたでもその議論が IGF のような国際的な組織に声を届けることができるので意味があるというふうに思っているのです。 それも重要だというふうに思っております。まあ、いずれにしても皆さん今日どうもありがとうございました。何か私たちに話をしたいことがあれば今週おりますのでつかんでそのアプローチしてください。まあ、全部に関してはお話はできませんけれどもお願いします。まず、well, まあ、あのいろんなコメントがありました問題についてのコメントもありましたユーザー体験のことに関してもお話がありましたデフラグメンテーションというのはこの地球と同じぐらい大きいというようなそういった意見もあったと思います。そしてシリコンバレーのの人たちととと話すると、まあ、政府の規制とか そういった法案のことについて文句を言っていたりヨーロッパの人に話すとシリコンバレーの問題を指摘したりします。ですから一番最初はまず問題が何なのかということに関して合意をしてそして実際的な解決策を考えるということです。最終的にはは今直面しているのは まあこの地球上で全部皆が団結をして連合をするというようなこととそれから価値観が違うということはまあ経済が違うそれから言語が違うとかそういったことがあるとでまあこういったあの主権の問題だったり人々の,その独立性とか そこにいろんなあの問題が発生しているわけです。え一人一人にネットワークの影響力を行使しようということというのがあ一つの問題かもしれません。えそれと同時にえまインターネットがグローバルだということ、えこれを壊してはいけないと思います。そのバランスをえま作るということは大事だと思います。まコメンテーターのまあの 人たちの意見を伺う時間がないんですけれどもあのこのセッションの後に E メールか私たちに直接話をしていただいてコメントをいただければと思います。10月20日というのが締め切りになっていますので、まあ、ペーパーをオンラインで見ていただくこともできますスライドもあります。 この私たちがやってきた作業の概要もネットに載っていますのでこのポリシーネットワークこの PNIF の付託されているものが何なのかといったものも見ていただくことができますま。ああの ある程度私たちはこの作業を進めることができましたでもまだ終わっていませんインターネットというのは進化をしている枠組みはフレームワークでありますこの作業をぜひ皆様まの力もお借りできればと思います 皆さんの貢献に感謝したいと思いますまたパネリストやドラフトを作ってくださった方たちえそれからネットワークの中で非常に積極的にえこのペーパーにえ貢献してくださった皆さんありがとうございましたぜひ今後もまたあ皆様の参加をお願いしたいと思います E メールでのご意見でも結構ですブルーナ 何かかありますか確かリンクがあると思うのでスライドそのリンクのスライドを出してもらえますか Web ページを見ていただくとディスカッションペーパーへのリンクがありますし皆さんのコメントどうやってコメントをするのかということも書いてあります。皆さまありがとうございました